南口南側深谷駅は埼玉県深谷市西島町3丁目にある東日本旅客鉄道高崎線の駅である。関東の駅100線に選定されている。2006年以前は旧深谷市内にある唯一の旅客駅だった。本庄駅が管理する JR 東日本ステーションサービスが駅業務を受託する業務委託駅である。 単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ地上駅で、京上駅舎を有している。また、留置線が2線ある。かつては1番線と2番線の間に抽線が存在していたが、現在は撤去されている。緑の窓口、自動改札機、指定席券売機、多機能券売機を設置している。 橋場と一番線ホームに冷暖房付きの待合室を有し、橋場には市民ギャラリーや市民サービスセンター、ヌーデイズなどがある。かつては一番線ホーム上に駅そば店もあった。2016年3月10日より始発から午前6時30分までの間は遠隔対応のため改札係員は不在となり一部の自動券売機のみ稼働する。改装された 現在の駅舎は、東京駅の赤レンガ駅舎をモチーフにしたデザインで、ミニ、東京駅とも呼ばれる。これは、大正時代に竣工した東京駅、丸の内口駅舎の建築時、深谷に所在する日本レンガ製造で製造された、レンガが70キロメートル以上離れた東京駅まで、鉄道輸送されて使われた史実にちなむ。ただし、この深谷駅舎自体は、 レンガ構造ではなく、コンクリート壁面の一面に、レンガ風のタイルを貼ることによって、東京駅に似せている。これは、レンガが、線路上に剥落する、可能性が指摘されたためである。本物のレンガではないものの夜間ライトアップ時を含めて、人気は高く、撮影する、地元利用者や遠方から訪れる鉄道ファン、観光客が絶えない。改築時には、 約35億円が投じられた。1994年8月着工、1996年7月10日の始発列車から共用を開始した。鉄骨造り3階建てで、駅施設部分は約1200平方メートル。この他に、深谷市の行政施設として約1800平方メートルが当てられている。ホーム有効庁は15両編成に対応しており、 朝の当駅始発と夜の当駅止まりの列車、輸送障害時に、急遽、岡部駅、または、本庄駅で折り返す列車は15両編成で、発着する。高崎線で運行される15両編成の普通列車、快速列車は、前述の列車を除きすべて、籠原駅で連結、切り離しを行う。2017年度末までは、一番線は有効長は14両で、 普通、快速列車では10両編成の未入線が可能だった。2018年5月現在、当駅始発、止まり列車は、変わりなく、定期列車で15両編成のまま、岡部駅や本庄駅で折り返す列車の新規設定も、ない。通常は、上り列車が1番線、下り列車が2番線を使用するが、3番線は、臨時用の下り対比線となっている。 この3番線は、大宮方面への折り返しにも対応しているため、21時過ぎに、一編成が東駅到着後停泊となり、翌朝の折り返し始発として、平日6時台の上り上の駅として運用されている。なお、高崎方面から向かう、上り列車は、退避ができない。2006年4月1日から、発車メロディが、深谷ネギのイメージソング。 おねぎのマーチに変更された。2020年度の1日平均乗車辞任は7050人である。1966年度以降の1日の平均乗車辞任の推移は以下の通りである。北口駅前北口には深谷出身である渋沢栄一の像が鎮座する。また現在の京城駅舎以前の旧駅舎があった場所の周辺は 花壇として整備されている、注釈出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。